明日の夕焼けが見えるはずもないから、何も考えず歩いてきた。足元を見るよといつも風が笑ったけど、それでも僕は考えないで歩いた。どうせ一人で生まれてきて、一人で死んでゆくのだから、君の人生の一かけらを僕に分けてくれないか。せ歩いて行こう、歩いて行こう、少しの間一緒にいよう。歩いて行こう、歩いて行こう、いろいろ文句もあるでしょうけど、いつかは消えて泡となるから、手に手を携えて少しの間歩いてみないか。歩いて行こう、歩いて行こう、少しの間一緒にいよう。歩いて行こう、歩いて行こう、少しの間一緒にいよう。Come on明日の夕焼けが見えるはずもないから、何も考えず歩いて行くぜ。ゆっくりしろと風はいつも笑うけど、立ち止まったからって同じことさ。歩いて行こう、歩いて行こう、少しの一緒にいよう。歩いて行こう、歩いて行こう、少しの間一緒にいよう。歩いて行こう、歩いて行こう、少しの間一緒にいよう。今日は何日だっけ、9月22日2007年の9月22日は、とても自分にとって、特別な意味を持つ日となりました。皆さんどうもありがとうございました。そしてメンバーの方たちにも本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。本当に10年間やってきました。お客さんにですね、つい先日見に来だしたばっかりのお客さんに、どこでやってたんですかって言われたんですよね、10年も。いや確かに僕はですね、自分でずっと結構いいことやってんなと思ってたんですが、皆さんに伝えるまでにですね、非常にあのレコード会社のあの圧力とかですね、あの非常にこう汚い話が混ざってなかなかお届けできませんでした。ですからあの最近知った方もいらっしゃると思うんですが、
次は早めに連絡します。どうもすみませんでした。カリフラーズでした。どうもありがとうございます。最後にもう一度この素晴らしいメンバーを紹介させてください。オンキーボード、何年にいたんだっけ。2年ぐらいいたんですね。シンゴそして、2年いましたね。1年ですね。あのサバ読んでましたね。広瀬隆雄ピッピー。そしてこちらの美しい女性がですね、僕と一緒にずっとやってくれました、レディーエリア、サクソフォンレディーエリア。欠点がないのが欠点なのはこの方です。それでは、こちらからですね、変な帽子をかぶってらっしゃる、方ギターの方がですね、もう中央線沿線では知らない人はいないという、まあ、範囲的にも狭いですし、それも嘘なんですけどね、オンギター長久保博之。やっぱ2年ぐらいやったらね。そして、カリフラーズドですね、屋台骨をずっと支えてくれました。5年ぐらいやってたんですね。まあ見てくれはああですが、とってもいい人です。オンドラムスじゃねえ、オンコンガ、東京で最もスケベなパーカッショニスト、オンコンガ、ジェシー・モミ。スケベが新庄です。そしてこちらがですね、本当の天才です。今ドラム歴4年目ですか。5年ぐらいになりましたね。オンドラムス、ピストン川原。ありがとうございました。そして僕の、僕大先輩でございます。神戸の出身でですね、なんかしんみりした感じになりましたね。なんかルックスを見たらすいません。ごめんなさい、ちょっと映像に弱い方なんですいません。こちらがですね、新井健さんと言います。もう素晴らしいベースを、弾いてくれました、チャリケンです。あとスターファインズカフェさん10周年記念おめでとうございます。おめでとうございます。そんな時にこんなしんびりしちゃってすいません。本当ありがとうございます。あ、そうだよね、ジークボと光一くんもいない、帰った。ジークボと光一くんもベース、あとですね、お疲れのとこすいません。お前はやりすぎだと、そういうショーですか。そういうのやめてください本当。清水光一です。カリフラーズの音も担当してますね。レコーディングの PA もやってくれてるんですよね。そしてこれがですね、どうしたの、お前ちょっと待って、泣いてるじゃねえか。久保寺慎介くんです。ジークボです。アルバムではなんだっけ、スーパーフリーダムと、酔いの唇。お前泣いて何もできねえじゃねえか。なんなんだ。メンバー誰も泣いてねえよ。どうでもいいですけどね。ジークボです。本当に。あとですね、死んじゃったんですが、小竹真也くんっていう、素晴らしいベーシストが、ラブレターズっていうのと、大きな花っていうので参加してくれました。彼もきっと天国で、今日見守ってくれてると思います。そしてですね、もう一つ言いたいのは、ずっと横っちょにいたですね、この間、死んでしまったボガルサの、ボガルサっていうバン、素晴らしいバンドのですね、藤岡哲心くんも、本当に見送ってくれてると思います。中村、まだ続けろよと言ってくれてると思います。ありがとうございます。それではですね、今日はもう最後なのでアンコールは、やらないつもりでしたが、もう一曲だけですよ。